全てに決まり手がついてね、4場所連続決勝組で。そうですね、そう、正月が始まってから静岡だったんですけど、はい、急に2着2着っていうようなレースで、はい、嬉しいというよりびっくりですね。びっくりですか、びっくらぽん、びっくらぽん。あのレース見ててもこう位置で阻んだり、なんか自力っぽいような感じでこうガーッと追い込んだり、なんか偶然踏み込んだらそういう結果になったって。なんかこの年末とこの年始と、なんか変えたところとかあるんですか？そういうわけじゃなくて、変えたところ練習法は、まあ寒いので街道はあんまり行かなかったんですけども、まあパワーマックスとかですかね、バンクはあんまり使えなかったの。 あとウエイト、室内系です。ウエイト、はい、やりますね。ベンチプレスとか、あとスクワットとか。じゃあ私実はムキムキなんですよ。ムキムキ、裸になるとちょっと男っぽい体です、はい、いや、すごいな、すごい、はい、安心してください。でも色気ないですよ。なんかどっか川瀬さんのブログでなんか野口と会ったみたいなこと書いてました。あー、うん、名古屋が終わって、名古屋終わって2日間、カズさんとか、あと真由美さんも来てたんですけど、らしいですね。はい、練習一緒にし、練習して。カズさんともうそんな乗れるんですか？カズさん、はい、乗れることは乗れるんですけど、まあ、いわゆるその全速でガーッとかそういうのは、まあ、ちょっとリハビリが大事かなって。あ、そういう感じで、はい。ここぞとばかりに練習ではちぎったわけですか？練習、はい、はい、カズさんもぶちぎったわけですか？いやー、ぶちぎってはいないですよね。まあ、自分の調子で練習できた。そうですね、はい、自分の体に合った練習、合った練習。戦い方はこれけど決まってないんですか？さっき偶然に踏み込んだらとおっしゃってましたけど。そうですね、意識してる戦い方とか、ちょっと増やしてみたい戦い方などが。そうですね、最近は誰々さんの後ろとかそういうのは考えずに、あ、まあ、とにかく少しでも自力足が出せるように